こんにちは、池田真子です。今日の真子チャンネルはアイテムです。今回はこちら、ダイソーとセリアのスポンジを比較したいと思います。感じ方とかはね、人それぞれ違うと思うんですけど、私の使った感想を紹介したいと思うので、一つの意見として参考にしてみてください。それではご覧ください。真子チャンネルスタート。ではまず商品の紹介からしていきます。一つ目がこちら、ダイソーのホイップファンデーションパフです。お値段200円になります。そして比較していくのがこちら、セリアの 3D パフの洋梨型と雫型です。形が同じなのでね、こちらをメインに比較していきたいと思います。こちらは両方とも100円商品になっています。はい、中を出すとこんな感じです。ダイソーとセリアになってます。ちょっとね、これがね、一回使ったんですけど、まだ若干こうしぼみきってなくて、ちょっと膨らんだ状態になってしまってるんですけど、この2つをちょっと先にメインで紹介していきます。はい、まずよーく見ると、見た目的にはダイソーの方がキメが粗いです。セリアはすごいね、キメが細かくて、触り心地はちょっと同じぐらいの力で入れてるつもりなんですけど、こちらのダイソーの方が硬くて高反発になってます。でセリアの方が柔らかめです。なんか触ってると本当にちょっとこっちはね、握力がつきそうな感じの結構しっかりめな触り心地で、こっちはもうなんかスクイーズみたいな感じでめっちゃ気持ちいいです。じゃあちょっとまず乾いたままも使えるので、乾いたまま手に試してみたいと思います。こっちがセリアです。はい、塗ってみました。こちらがダイソー、こちらがセリアになってます。多分見た目的にはね、そんなに分かりにくいと思うんですけど、実際にこう手で見るとセリアの方がキメが細かいからか、もうサラッとした綺麗なお肌になってます。ダイソーの方がちょっとこう粉っぽさを感じるというか、セリアの方が滑らかなサラサラ肌で、ダイソーの方はもうパウダーのせましたみたいな感じの肌になってるので、乾いた状態で使うのはセリアの方が綺麗かもしれないです。まあ、でもパッと見はそんなに違いは分かりません。ほんの少しの差ですね。ちょっとメイク直しとして実際お肌にも使ってみます。今小鼻の周り使ってみたんですけど、やっぱりセリアの方が柔らかいので、こういう細かいところとかもしっかりとこう押さえてフィットしてカバーしてくれるんですけど、ダイソーの方ちょっと硬いので、使いやすさで言ったらセリアの方が私は使いやすいです。ではここから実際にメイクを落として濡らした状態で比較していきます。はい、ではまずダイソーとセリアのものを水で濡らしてみたいと思います。おーい、はい、こんな感じです。今これ5回絞った分になります。5回キュッキュッキュッってやって、この大きさになりました。ダイソーはね、大きさがそんなに変わってないんですけど、セリアの方は 1.5 倍ぐらい大きくなったかなと思います。ただ水切りなんですけど、ダイソーの方はこうキメが粗いので、こう絞った時に結構水がしっかり切れやすいんですけど、セリアの方がこうもっちり密集してるからなのか、結構水切れが悪くて、絞っても絞ってもこう水が、あ、また出てくるんですね。なのでタオルとか、タオルやったと繊維がつくので、ティッシュとかそういうので拭き取った方がいいかもしれないです。で、あと不思議なんですけど、絞るとなんか真ん中の方から泡が出てくるんですよ。これは何か分かんないんですけど、初めて使った時も泡が出てきて、洗った時もこう泡がなかなか抜けなくて、ちょっとこれでいいのかなっていう部分もあるんですけど、でもまあ表面はね綺麗なので大丈夫だと信じて使っていきます。ちなみに触り心地はダイソーはちょっとまあ柔らかくなったのかなっていう感じの弾力性で、セリアの方はもうもっちもちです。めっちゃ気持ちいい低反発のスクイーズって感じ。あ、まだ出てくる水いい。今回も一応セリアの方ティッシュで拭き取っておきます、軽く。ではまずリキッドファンデーションを顔にのせて片方ずつ伸ばしていきたいと思います。じゃあ一旦指でこう大体伸ばしてから、スポンジでなじませていきます。ではこちらをダイソー、こちらをセリアでやっていきます。
はい、こんな感じで塗ってみました。まずね、使い心地なんですけど、やっぱりダイソーの方が硬いので、こう肌に当てた時に伸縮性がこっちがあまりないので、もうそのまま力を入れた分こうくるっていう感じの当て方で、セリアの方はすごいね、柔らかくてソフトな感じなので、しっかりとこうお肌に密着させてくれるというか、フィットしてくれる感じがあります。これかな、この押し具合、こっちがクシュってなってくれます。で、こういう細かい部分も先っちょがね、こうどっちも山の形になってくれてるんですけど、ダイソーはちょっと固め、セリアの方はグッと奥に行ってくれるので、しっかりと細かい部分までやりやすいです、こういう目のことか。で、今日はこうある程度伸ばしてからこう叩いたんですけど、この前もそのままたっぷりファンデーション出して、こうやって伸ばしながらつけていったんですけど、その時はダイソーの方が結構こうキメが荒いからか、そのファンデーションを吸い取るイメージがあって、で、そのままカバーして乗せてくれるっていうイメージで、セリアの方はね、私がこう絞りきれてなかったからかもしれないんですけど、結構薄付きになって、たまにね、こう絞りきれてないとグッて押した時に真ん中に残った水分が出てきて、結構ファンデーションが薄まっちゃう、下地も消えちゃうんじゃないかみたいな感じになったことがあったので、水をしっかり切るっていうのはすごい大事です。で、今日もそうなんですけど、仕上がりとしては今そんなに変わりはないかなと思うんですけど、なんか気持ち的にセリアの方がちょっとツヤっぽい仕上がりなのかなっていう感じがします。どっちも一緒かな、なんとなくなんですけど、水分を含みやすい分こう薄付きで光をこう与えてくれる、こっちは全体的にカワーっていう感じかなと思います。アップ、で、今日はちょっと分かりやすいようにチークを持ってきたので、これでも試してみたいと思います。じゃあこのチークをスポンジでぼかしていきます。はい、こんな感じに仕上がりました。カメラ越しには分かりにくいかもしれないんですけど、ダイソーの方は水切れがいい分そのまま色をこうぼかしてくれる感じで、セリアの方はその水の切れ具合とかにもよるかもしれないんですけど、水を含んだ状態でこうしっかりやると、この中の水分でちょっと薄めながらこう肌になじませるようにしてくれるので、色的にはこっちの方が若干ナチュラルでちょっとツヤっぽい仕上がりになります。なので発色がいいのはどちらかというとダイソーだと思います。実際に使ってみた最終的な感想は、使い心地で言うとやっぱりセリアの方が柔らかかったりとかして気持ちいいんですけど、こう水を切ったりとか、あと乾かす時の時間なんですけど、セリアがもうすごく乾きにくくて水をたくさん含む分なので、そういう乾かしとかで言うとダイソーの方がまあ乾きやすかったりとかするのと、あとは仕上がり的にはしっかりカバーしたいとかしっかり発色したいっていう時はダイソーを使って、もっとナチュラルにツヤっぽい感じに仕上げたい時はセリアがいいのかなと私は思います。本当にセリアの方はね、この水分量で仕上がりめっちゃ変わってくると思うんですよ。本当にもう全然絞れてなかったらもう水が出すぎてちょっと肌が逆に乾燥してしまうとかもなるし、逆にこう切ってパサパサになってしまうと、パサパサまではいかへんけどしまうと、またツヤっぽい仕上がりというよりは、まあ、ダイソーの仕上がりと近い感じのしっかりまあ乗せてくれるみたいな感じになるので、水分量によってこれ仕上がりが変わるんかな。でもムラとかはできないし、まあ、仕上がりにそこまでこう悪い感じは全然しないので、お試しとかに使うとかもいいと思うし、気になった方はチェックしてみてください。いかがだったでしょうか。今回はこちらのダイソーとセリアのスポンジを比較してみました。それぞれね、違いがあったので、もし気になった方は自分の好みの方をチェックしてみてください。そして、マクチャンネルは毎日20時にアップしています。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。池田セカンドもご覧ください。ということで、今回は池田マカの100均スポンジ比較でした。バイバイ。